皆さん、明けましておめでとうございます。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタントアタックセールスアソシエイツの横山です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、2023年はどのような年にしたいですか？私は皆さんにお願いしたいです。ぜひ客観的に見ても、あの人めちゃめちゃ成長したな、ものすごくスキルアップしたなというふうに思われるような、まあ、そんな目標を掲げて、その目標を絶対達成していただきたい、このように思っています。どうでしょうか？もちろん私自身もそのようにしていきます。なぜか、この YouTube チャンネル余罪管理大学は2020年の3月ぐらい、ちょうどコロナの時代に突入した、まあ、そのような時期から徐々にスタートしていって、でおそらくですね、半年ぐらいしてからなのかも覚えてないんですけども、今のように週に3回4回動画をアップするようになっていった。でそのようになってからもう2年以上経ってるわけなんですけどもね、本当に、まあ、最初ね、皆さんに謝っておきたいんですけども、本当にね、最初の1年、いやー、1年半ぐらいからもずーっと、なんかね、手探りでずーっとやってたんですよね。だから、今見ると、昔の動画って本当に分かりづらい、そして聞きづらい、見づらい、いろんなことあると思うんですね。今でもまだまだかもしれないんですけど、でも、この半年間ぐらいは、当社の中でもチームを結成して、で、編集技術も上げたし、もちろん私自身の喋りの順番、そして喋りのテクニックみたいなものも、だいぶ変わったんじゃないかな、というふうに思います。もしお時間があれば、ちょっと1年とか2年ぐらい前の私の動画、ちらっとでもね、見ていただけるといいと思います。もうね、なんか30秒見てられないぐらい、なんかゆっくり喋ってるし、テロップ入っていてもなんかぎこちない感じ、もしくはもうテロップも入っていなかったり、もしくはカメラとかそういったものもいいもの使ってなかったりするので、少しねぼやけてたりするんですよね。非常に見づらいし聞きづらいし、もうなんかね分かりづらい、こんな動画になっちゃってるわけですね。だからこの1年2年でも、私そして私どもチームというのは、この動画に限りますけどね、めちゃめちゃ成長してるんですよ。ものすごく情報収集して勉強して、そしてスキルアップに努めてきたということです。これとても重要なことだと思うんですね。恥ずかしいですよ、ビフォーアフターのビフォーを見るのは。今でも私の過去の動画を見るのはとても恥ずかしい、とても嫌な感じがするんですけど、でも前よりも随分良くなったなっていうふうに思えるんですね。皆さんはそういったものいっぱいあるでしょうか？他の人が見たとしても、1年前よりも随分良くなったねっていうものありますでしょうか？私は53歳です。51歳よりも52歳の方が全然違うね。52歳よりも53歳でめちゃめちゃ成長してるねって誰かから言われたりすると、あざます、嬉しいですっていう風になるじゃないですか。人の幸せってどういう風に受け止めるか、それは人それぞれかもしれないんですけども、でも大きな要素の一つとしてこれがあるんです。それは成長の実感なんですよ。なぜか、昔できなかったことが今できるようになっている。そうすると今できないことが将来できるようになるかもしれない、希望期待が持てますよね。一方で不幸なことって何でしょうか？その逆なんですよ。昔できていたことが今できないようになってる。そうすると今できていることがひょっとしたら将来できなくなっていくかもしれない。そうすると希望とか期待じゃなくって不安とか不満になっていくじゃないですか。それは不幸になっていきますよね。これ目標達成もそうです。昔はこの職場で目標がずっと達成していたにもかかわらず、ここ数年はずっと未達成、そうすると将来不安になってきますよね。一方でここ数年全然未達成だったんだけど、でも余罪管理を知ってから目標が達成できるようになってきたっていうことは、将来もすごく希望を持てるじゃないですか。もっと売上目標とか利益目標を上げたとしても、それまで達成できるっていうふうに思えてきますよね。自分自身も職場ももっともっと成長発展していくっていうふうに考えられるんであれば、ものすごくハッピーな感じがするじゃないですか。それは職場でもそうだし、家族でもそうだし、自分自身もそうです。私2022年かなり頑張ってトレーニングしましたので、昔ね腰痛とか肩こりとか、そういったものに悩まされましたけれども、今でもねちょっと悩まされることはありますけども、回復するスピードはかなり速くなってきたんじゃないかなというふうに思います。
そうすると年は取っているんだけれども、まあ、未来に希望を持てますよね。さらに悪くなっていくかっていうことは、まあ、おそらくない。頑張ってトレーニングねしていけば現状維持保てるんじゃないかなというふうに思ったりするわけですよ。皆さんはいかがでしょうか。皆さん自身もそうだし、皆さんの職場、皆さんのご家庭どうでしょうか。明らかに成長したと。自分の部下とか自分の子供じゃなくて自分自身です。成長した、スキルアップした、ものすごく知識が豊富になった。それは自分自身でアピールしないとわからないじゃなくて、周りからも誰々さん、もう45過ぎてるのにめちゃめちゃ変わったじゃないですか。え、そう？そうっすよ。いや、みんな噂してますよ。なんでこんな大ベテランになってもそんなに成長できるんですか。そんなにスキルが上がるんですか。うわー、見習いたいなーって思われたいですよね。そうなっていきましょう。皆さんぜひぜひ頑張って、高い目標を設定して、その目標を絶対達成できる、そんな2023年にしていきましょう。この YouTube チャンネル余罪管理大学もしっかりと2023年頑張ってやっていきますので、1回でも多く動画見ていただきたいと思います。それでは2023年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。